はいどうも、赤星、赤崎、瀬尾、赤星マシマシ TV、よろしくお願いします。よいしょ、はい、というわけで今回、麺屋小池という、うん、なんと港区北青山にあるんですね、うん、青山にこんなところに二郎系ということで、うん、あるわけない、あるんです。実は書いてある青山一丁目駅もうすぐのところに、徒歩1分そう、ありまして、外苑前からも歩いていけるということで、お店の中でラーメン屋と居酒屋がなんと分かれておりまして、うん、左奥にあるのが小池というお店でございます。中にありますね。いやー、なのでまあ外苑のね、野球終わりの人も結構行くんじゃないですか。神宮のね、そうそう、スワローズ終わりも、スワローズ終わりスワローズ戦がまあ多い、ね、でまあこんな風にね、基本メニューは鶏の出汁を使った濃厚パイタンそばですとか混ぜそばがメインなんだけど、その中に、鶏二郎というメニューがありまして、まあ今回はその鶏二郎にマックスといういろいろトッピングが乗るもので選択しております。いっちゃいましょう。こちらです、鶏二郎マックスの大盛り。ニンニク背脂、味濃いめということで、野菜をね、増すことはちょっとできないんですけども、はい、このようにパーフェクトな盛りで、唐揚げが4つのバラ肉4つということで盛り盛りに入っております。で、コールはですね、食券を提出するときにお願いします、はい、そこだけちょっとお願いします。えい、さあ見ていきましょう。よいしょ、唐揚げよね。いや、まあまあまあ、まずはね、言ってみましょうか、ね、これがね、なかなか見ることはないですよね。そうですね、二郎系で唐揚げ乗ってるパリパリジューシーな唐揚げ。いやじゃあ、ね、下味のスパイスしっかり効いてるので、もうなんかご飯が欲しいぐらいの、うん、あ、そんなあなたにご飯も売ってますんで、ライスも売ってますんで、気になる方は、あ、はい、食券にありますんで、で、豚薄切りですけども、これ脂身の部分が多いということで、これ自体の攻撃力はすごい、うん、僕はステーキの脂身から食う派なんでね、ステーキとかあったら、脂が好きなんですけどね、素材の良さが生かされまくってる鮭野菜ということでね、いいですよね。これも増したかったけどな、うん、十分多そうっすね。あ、まあまあまあ、そうね、うん、ふわふわ油の、これを油豚で巻いてくるのを埋める油ばっか、油ばっか、ここまでは油が多いということでね、まあ普通のね、まあ、さっき言いましたけども、野菜量普通のマシの量にしては結構多いんじゃないかという説、そしてスープ、あ、このように一見ですね、すっきり皮乳化に見えますよ ね、 そうですね、一見これがなんとですね、バカ濃ゆいんですね、醤油が濃い、これなんと、もう僕は二郎系をこれメインにしてもいいんじゃないかぐらいの醤油の強さ、はあ、大正軒の山岸さんも、はい、何が一番うまいかってね、俺はやっぱりまずは醤油の濃さが美味しいと思うところなんだよっていう風に言ったことありますから、やっぱいろんなジャンルがモノマネだったんですか今確かにちょっと声色変えたけど、ちょっと変えました、山岸さんそんな感じのイメージなんで、映像イメージだったイメージで、はい、映像で見た限りね。で、あ、麺も取りすぎてますけども、平打ちの超ポキポキ麺でございまして、スープ吸収しやすいんで、ね、この濃い醤油を口の中にこうなだれ込ませる感じ、はあはあ、いやー、これはね、鶏の出汁をあまり実は感じられず、醤油の強さが非常に目立つという、現象まで起こりましたけども、でそこにまあニンニクをね、ついていきますが、マシマシがやっぱできないんでね、こういった強烈な醤油にはやっぱニンニクでさらにね、こう掛け算をしていくというのが好きなんだけども、ちょっとニンニクが僕は少なめだったかなという、もっと多くしてもいいかなっていうのがね、ちょっと希望でございますね。そんな時にスープ吸収済み唐揚げに対し、まだあった、まだまだ残しております。ここにやっぱブラックペッパーね、かけていきますよね。大分のですね、中津唐揚げ知ってます？ニンニク醤油の唐揚げ、あ、まあ、有名な、まあ、そんな感じのうまさが味わえる。それではないけども、ないけども、ないけども、うん、ひたひただけども、どんなニンニクでね、そうね、最初に2個食べて、あとでまた2個食べる、これが2の食べ方かもしれませんね。小池のご提案ということで、あなたもご提案、はい、初来店でしょ。まあ、そして万能タレ、万能タレとは、ね、万能タレね、これをちょっと食べてみましたが、食べた、ちょっとね、うん、これがね、うん、なんだなんだ実はえ、なになにちょっとアルコールの風味がしたんですよね。あはぁ、そう、ちょっとアルコールね、お酒苦手なんでね、直飲みはしないからさあるか、そもそも普通はそっか、少し薄まるよね、そうそう、スープに入れればね、あんな飲み方はしない、まあそんな中醤油はあるんでねこれしょっぱレベルは5です、
非常にしょっぱかった。醤油自体のこれはね、あのもしこのスープに使ってる醤油そのままだとしたら、まあ、納得の濃さ。そんな麺とスープが非常にうまい小池、こう押したいですね。これは港区でやっぱり二郎系ないんで、やっぱ全然、うん、まあ本店はあるけど、ジーカーメニューを見たのは港区だけども、まあというわけでね、ドリー二郎マックスの大盛り、マシマシレベルはまあ 86.9 という数字を出しましたが、うん、スープの濃さで言ったら90以上出したい濃さね。スープの濃さ、いや大体でもね、鶏のお店って、うん、すっきり非乳化だとしたら、うん、結構マイルドなところがまあ多い、うん、ところでこの醤油の強さはですね、異端児、異端児、異端児です、鶏の中で。はい、なのでね、ちょっともうヤクルト戦見に行ったあなた、ほんと勝っても負けても行ってください。本当にツバメと鶏ということで相性もいい、食っちゃう食っちゃう逆だよということで皆さんもね、お池行ってみてください。はい、どっち、thank you.